り。よいしょ。さあ今日はですね、大牟田市にやってまいりました。いやー遠かったね。大牟田駅1時間半。飛行機だったら東京です。寝て、寝てたな。ずっと寝て起きたら、はい、本当になんか羽田着いた時の感覚でした、ね。ちょうど1時間半で。ちょうど1時間半で。パラシュート部隊の2人が福岡の魅力を再発見する旅企画。パラブラリ。端っこですよ、南のね。でちょっとここでカルタをね、はい、行こうと。ラ行です。ラ行ね。あ、ラ行ね。はい、来てますんでね。これだから西口なんですよ今。前回行ったこの電車のこれ、ね、ここカフェみたいなサンドイッチとか、フルーツサンドが売ってたところですよね。ちょっとあっちの方にももう駅すぐそばですね。まあ、この辺は一等地でしょう。うんうん。あ、なんかあるね。でも早速なんだこれ。あ、アイスだ。ジェラートだ。アイス、アイス、ジェラート。今日ちょっと小寒いんだよね。風がね、ちょっとだけね。今5月なんですけど。でもなんか新しいっぽいよ。あ、でもなんかあるな。おにぎりもあるばい。俺おにぎりにしようかな。おにぎりとジェラート。こんにちは、すいません突然。ももちゃまスターという番組で今日この辺取材してまして、もしよろしければジェラートとかおにぎりを取材させていただけないかなということで。もちろんです。いいですか。OK、素晴らしい。ありがとうございます。すいません。訪れたのは大牟田駅前にあるジェラテリアカラエ。こちらはジェラト屋さん。はい、ジェラト屋さんです。いつオープンされたんですか。は、2021年の10月です。あー、いいね。なんでジェラート、うん、は、やっぱ果樹農家なんですよ。あ、じゃあ自分のところで取ったフルーツをジェラートにすればいいんじゃないかと。そうです。あ、素晴らしい。わ、いいですね。で、その果汁を使ってるのはどれなんですか。ですか。実はシーズンにまだなくてですね。え、ちょっと待って。じゃあそもそも何農家なんですか。そもそもはあのメインで梨。梨か。じゃあ秋だ。秋なんですよ。でも逆にいいよね、収入のない夏場とかにジェラートでっていう、うん、おすすめ的には何フレーバーが。めっちゃうまそう。うち の、 あのスタッフが、あの山川みかんってあのみかんの農家さんをしてまして、みかんだったりとか、あまおミルク、うわ、はい、この辺りが今人気で。じゃあオレンジのやつ。山川ね。ソルベ。はい、ソルベ。ご主人も農家やられて、スタッフ も、はい、もういろんなとこからもうルートがあるから。はい。じゃあ私はせっかくなんで、うん、おにぎりで。おい。話聞いてたか、お前。すいません。寒い。ちょっと小寒いんで。彼ちょっとお腹弱いんで。あ、本当ですか。これ見て、これおにぎりをね。いいですか。これ。これはなんでおにぎりが。やっぱ私が農家として皆さんの食に携われないかなっていうので、まあ、ちょっと米の自給率を少しでも上げたいっていうので。志がやっぱしっかりしてました。すごいよね。食で世界変えようとしてるもん。そこまでは言ってないよ。でも、ね、いろんな味あるよ。これめっちゃうまそう。一番人気は何ですか。一番人気、パリパリ大根。地域のおばあちゃんたちにちょっとプチバズってる昆布。特別な昆布。普通の昆布。あ、でもあんだけ昆布を食べてきたおばあが、ここの昆布はうまいって。おばあちゃん大体おばあは昆布だから。昆布食ってるからね。昆布にします。ありがとうございます。じゃあ昆布とオレンジ。昆布とオレンジ、はい、そう。うわ、うわ、あ、うわ、いいね。うわ、めっちゃうまそう。いい、ね、うまそうですね。うわ、俺もおにぎり食いたいわ。ちょっと割りましょうか。せっかく。うわたっぷりで。これがおばあをうならせた昆布よ。ねえ、じゃあいただきます。うわ、うめえ。マジでうまい。なるほど、もう昆布爆発おにぎり。どういうこと。これは米がうまい。米が、米ももちろんうまいんだけど、昆布の味がね、やっぱね、結構濃い。はい。うわー、これ普通の昆布なんです。普通の昆布とは思えないね。ありがとうございます。ちょっと違う昆布。ちょっと違う。ちょっと違う昆布。美味しいです。じゃあ私のオレンジを。オレンジ。はい。ありがとうございます。わー、いい。あー、いいね。え、山川みかんはどこの辺なんですか。山川みかんは、あの、三山市の山川、はい、で取れるみかんです。すごい。いただきます。うん、おいしい。
みかん爆発。うわ、みかん爆発ジェラート、うん、うまいこれ、マジ丸かじりしてるみたいな。でしょ、もうめちゃくちゃフルーティー。ちょっとつけさせてもらって違う違う、甘いのとディップするもんじゃないから。ちょっとディップさせてもらっていい？違う。ちなみに知ってます、我々のこと。いや知ってますよ。本当ですか？めっちゃ緊張してますもん、知ってるから。やめてください、そんな別に普通の人間ですよ。いやいや、自分で言うもんじゃないじゃん。自分で火つけてマッチポンプすごいな。あ、そうですか。名前わかります？え、矢野ベベさんと。調子に乗ってんじゃねえか。矢野ペペ知ってて俺を知らないわけねえだろ。いや、あるよ。矢野ペペ知ってて俺を知らないわけねえだろ。ちょっと悔しいんじゃないの。それではジェラテリアカラエで一句、ラ行のリとレ。レでいきたいと思います。こちら、連絡ください、梨ができたら。あー、いいね。やっぱ旦那さんが取った梨を、あー、梨のジェラートができたら食べてみたいなと。秋ぐらいですかね。秋ぐらいです。なるほど、わかりました。また来ます。ありがとうございます。ありがとうございます。わかりました。はい、私リーですね、うん、理由が知りたい、矢野を知ってて斎藤を知らない。別、それは別に普通でしょ。そういうこともあるよ。からくりなんか。そういうこともあるよ。そんなわけがないな。いや、お前めっちゃ否定すんな。大牟田市でラ行の旅、2枚のカルタが完成したところで、でも聞いた、イタリア料理いいね。ピザって言ってたけど俺ペペロンチーノ食いてんだよな。なんで今そういう口。さっきもおにぎり食ってたけど、うん、そうなんだよ。腹減ってんのかな。それは単純にしたよ、うん、あるここっすよね。さあ住宅街やけどな、うん、ああむちゃくちゃ遠くにイタリア国旗が あったね。あるわ、あれだ。ちょっと斉藤さんお願いしていいですか。わかりました。あ、お客さん多い。やべ、あ、お客さんもうすでにいらっしゃるな。これはやばいかもしれないです。ちょっと行きます。これはまずい。あ、でもリアクションいいですよ。リアクションいいですよ。リアクションいいですよ。あ、こちら。これはいけんじゃないか。すいません。あ、どうも。すごいと言われております。あら、ウェルカム雰囲気が出てますね。テンション上がってきた。大歓迎、お客さんも。いや、すごいリアクションがいい。わーわーって言われちゃっても。うん。OK。OK。うん。逆にちょっと。さっき名前は知られてなかったけどな。根に持ってんの。訪れたのはイタリアンダイニングターチ。ほら、矢野さんもどうも。どうもありがとうございます。あ、オーナーさん、あそこよろしくお願いします。いやいや、もうすごいですね。あのジェラート屋さん、ここが美味しいと、はい、あ、本当ですか、はい、嬉しいです。じゃあいきなりピザ窯がもう本格的な、ですね、ですね、はい、期待できますね。やっぱおすすめは、はい、やっぱピザが一番。なるほどね、はい、何食べたいの。ペペロンチーノで。なんでなの。もう俺はピザいただきます。あ、じゃあピザとパスタのおすすめは何ですか。カリフラワーをこうちょっと炒め煮にして、それをこうソースに見立ててベーコンと一緒に食べるパスタ、ちょっとこう軽いカルボナーラみたいな感じなんですけど。じゃあそれとマルゲリータを。とマルゲリータを、はい、本場イタリアで修行したというオーナー古賀さん、まずは自慢のマルゲリータから。お待たせいたしました、マルゲリータでございます。あ、いいですね。シンプルで、うまそう。この生地のこのなんていうんですか、このもっちりしてる耳の部分、すごいよね、この耳が。わー、美味しそう。ちょっと触っていい。なんで触るか、お前は。バカか、お前。ありがとうございます。ありがとうじゃないですよ。触っていただいて。なんでか、お前は。いただきます。うめぇ。めちゃくちゃうまそうやな。うまい。ビックスがうまそうやわ。めっちゃうまい。いや、嬉しいです。耳までうまい。ちょっとこう塩気もあって、生地に。はい、季節で塩気も変えて調整してます。矢野ちゃんピザ好きだから。いや、嬉しいです。美味しいです。召し上がってもらえる。ねえ、はい、うまい。いや、もうピザ好きだから、まずいピザあったらもう壁に叩きつける。やってもらって。俺ドキドキしてたんですよ。良かったです。良かったです。いや、うまい。美味しいです。お待たせいたしました、うん、こ
こちらがカリフラワーソースとベーコンのパスタでございます。あ、だソース、カリフラワーのソースなんですね、これ。さようです。はい、さようでございます。さようでございます。この上に乗ってるのはカリ背脂みたいなのがカリフラワー、カリフラワーのソースですね。そうです。ラーメンじゃないんだから。そうです、いただきます。うわ、うまい、うま。優しいカルボナーラっつうんかね。はい、食べたことない味よ。え、マジで。ちょっと食べさせて。いただきます。うん、あ、本当だ、優しいカルボナーラ。うん、うまい。でも改めて食べて同じこと言うなよ。いや、でもこいつ、お前本当は合ってるかどうか確認しやがったら俺が間違ってんじゃないかと思って。それではイタリアンダイニングターチで一句。ラ行のラトの。私はロで、やっぱりこの入ってきた時のこの雰囲気、こちらロックスターのような歓迎ありがとうございます。あ、確かに。お客さん含め店員さんも、あんまり矢野君のことは見てなかったよ。うん、正直それは感じてた。お前の時点ではーっていう声聞こえてた。うん、そうだよね。ありがとうございます。はい、いや、で私ラですね。はい、これ本当今見たらラッキーでした。今もう並んでます。え、マジで。もうね、やっぱ人気なんですよ。あ、ね、多いです。ランチが、ランチすごい多いです。ありがとうございます。回転と共に来てよかったよね。本当はこと聞きたかったみたいな。あ、そう。ですか。大ファンですか。聞きたかった。大ファンです。もうシェフが本当は大ファン。ひっきりなしに動いてます。もうびっくりするぐらい。びっくり、止まってない。1秒もサボってないです。それでは行きましょう。マリーゴールド、はい、失敗したら即終了です。はい、どうぞ。なんかあの鯉のぼりが飾ってあるところがあるらしくて、はいはい、あのー、あー本当だ、ね、あーすごい数やね。なんだこれ。え、三池港炭鉱跡かね。三池炭鉱の跡で鯉のぼり飾ってんだ。へ、こんにちは。こんにちは。あ、すいません、今日はももちゃまスターという番組で、はあ、はい、ここはもうフリーで見れるんですか。フリーで見ますよ。訪れたのは三井三池炭鉱三河港跡。こちらでは炭鉱の歴史を見て学べるほか、四季折々のイベントも行っているんだそうです。あれ、なんかゴーカートみたいなのありますけど。ゴーカートも、はい、あの子供たちが。え、はい、あ、すごい、もうコースになってんの。コースになってる。あ、なんか原っぱをいろいろ利用して。そう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 。でこれカートがこう動くんですか。動きますよ。え、ちょっと乗ってみますか。え、いいです。どういう感じですか。はい、これ乗ってください。大人も子供用にしてるんで。サイトちょうどいいや、ちょうどいいや。子供用にこれ伸ばせるんですよ。あ、ギリギリ、うん、伸ばせるんで、あのピチピチやん、どうにかなりますけど。踏むだけで前に行きます。はい、これ離すと止まります。あ、はい、行きますよ。踏んでください。行きます。おお、すげえ。あ、いいわ。あ、マリオカートだ。はい。あ、楽しい。朝から子供たちが何人も乗りましたんで。あ、でもすごい、あの鯉のぼりの道を行ってマジでリアルにマリオカートの面みたいな。面白いよこれ。いや、マジマリオカートやな。いや、なんかこの道がいいから鯉のぼりで。ああ、すごいよ、楽しい。何しろするんや。帰ってこいもう。いや、だから本当にこの、なんていうんですか、足さんじゃん、もうエッチ。おい、おい、止まれお前、おい、止まれっつってんのお前。早く、あっちですよ。早く止まれ。もういいけ、もういいけ。
楽しいですよね。楽しいね。これ子供たまらんと思うよ。たまらんですよ。だから子供がね。たまらんですよ。降りないって言うんですよ。ああ、うん。いやーちょっとじゃあお返しでちょっと彼あの。琴を弾いてるんで、ああそうですか、はい、もしよかったらあのイベントとかに呼んでもらうためにちょっと一回聞いてもらっていいですか。わかりました。あの失敗即終了になっておりますんで。大きな今日なんてもう絶景よ。まあそうね、もう本当になんかそういう琴奏者があえてここでやってるみたいな感じ。雰囲気あるよね、うん、よし、はい、それでは行きましょう、はい、マリーゴールド失敗したら即終了です、はい、どうぞ。わかんないですもんね。いや、いいですよ、ちょっと。いや、ここサビ聞いたらわかんないから、ちょっとサビ聞いてよ、お父さん。お父さん、行くよ。じゃあ、サビ。はい。知ってますね。知らないでしょ。サビに今入ったんですか。入ってます。入ってるんですか。はい。聞いてるぞ。マリーゴールドを知らないで。ラ行のル。じゃあ行きます、はい、こちらです。ルール変更、知らないとアウト。いやもうだったらもう知ってる人呼んできてくれ。ちょっと今回初めてのパターンね。練習してんだから。やっぱ知らないと。これは今サビに入ってるんですか。いやでもこんな素敵な場所があるとは。そうですね、やっぱね、皆さんお父さんたちのおかげで素晴らしいです。今本当に季節もちょうどいいですし、だご飯食べてジェラート食べてここ来れば、そうですね、ピクニック気分も味わえて。いいんじゃないですか。楽しみでした。楽しかったです。ありがとうございます。本当ですか。音楽も来ましてね。いやいや知らなかったでしょ。楽しかった。